呼吸と姿勢を整えて鍛える生きトレで心と体を元気に美しくする、それがデシコのリレッスン。今日も元気にリフレッシュしていきましょう。私のお隣には YouTube アシスタント翔太丸が来てくれています。あとで YouTube をご覧いただく皆様は翔太丸の動きも参考にしてみてください。さあ今日はですね、先週に引き続きお腹周りをしっかりと引き締めることで体の中のエネルギーをしっかりと燃やして、急に寒くなってきましたので体の中から温めて寒さに勝ってスマートにかっこよくやっていきましょうというエクササイズでございます。ではですね、まずは皆様、姿勢をしっかりと整えますので、まずは座っている方、少し浅めに腰掛けていただいて、立っている方はお空のてっぺんから自分の頭をキュッと引っ張られるイメージで、背中をまっすぐ、まずは伸ばしてみてください。胸を張ったりする必要はありません。そのまま息を鼻から大きく吸って、ゆっくり口から吐きながら、おへそと背中がくっつくイメージ、くっついたら今度は横の脇腹をそのまま吐きながら絞っていきます。体を細く絞っていきますね。もう一度ゆっくり鼻から吸って、2回目口からゆっくり吐きながら、もう一度前からお腹をへこませて横からも絞っていくイメージ。そうするとおへその下5センチから10センチくらいのところがキュッと引き締まります。引き締めたまま鼻から吸って吐いて、では今ですね、皆様おへその下の10センチのあたりキュッと引き締まっていると思いますので、その姿勢、そこの力を抜かないで体をひねっていきます。いいですか。腰から上、肩から腰までが固まったイメージを持ってゆっくりとひねる動きを吐きながらやっていきます。いいですか。骨盤が動かないように、腰の、ね、骨があると思うんですけれども、その骨がひねったときに、右にひねったときに左の骨盤が前に出たりとかしないように、骨盤は地面と必ず同じ位置に、最初にある位置にキープします。ではやってみましょう。まずは鼻から吸って、口からゆっくり吐きながら体をひねります。ぐーっとひねって、ひねりながらお腹を絞っていきます。ぐーっと絞って、ひねってひねって、吸いながら戻って、吐きながら反対側に今度ひねります。吐いて吐いて吐いて、下っ腹ぎゅーっと絞りながら吐いて吐いて、絞って吸いながら戻って、吐きながら反対側に向かって、でひねって吐いて吐いて吐いて、ぎゅーっとお腹引き締めて吸って戻して、ラスト吐きながら反対に向かってひねっていきます。ぐーっとひねってひねって、自分のウエストのあたりがね、ぐーっとねじれるイメージでお腹の下をぐーっと絞っていきます。吐いて吐いて吐いて、吸って真ん中戻って、大きく吐いて、今皆様の力が入っていたところですね、おへその下のあたり、自分の脇腹のあたりキューッと引き締まっていたと思います。ここに力を入れておくと寒さもね感じづらくなりますのでね、やってみてください。心も体もすっきり、ビレッスン、残りの今日も笑顔で元気に過ごしてください。ありがとうございました。情報局を変えます。短めね、はい。クリスタルのサポートチーム、ワインのことならヒーローとジャパン、日本映画の先頭を行く松竹映画宣伝部、ゼロワンプロジェクトは保護犬の応援隊、オンラインとオフラインの強みを生かし融合したマーケティング PR 支援でお客様のビジネスを加速します。株式会社 BES。 クリスタルでは番組で情報を発信するコンシェルジュさん募集しています。詳細お問い合わせはカタカナでクリスタルレインボークラブ .com をご覧ください。